皆さん、こんにちは、えー。名古屋大学の松原でございます、えー。研究データガバナンスの構築に向けたルールガイドライン整備という、えー、主題でですね、えー、当チームの,あの活動についてご報告させていただきます。えー、今日はあのお話しさせていただくのは、えー、大体以下の4つでございまして、まずあの大学の研究データガバナンスということについてお話しさせていただきます。で、その後はあのチームの,あの推進内容と、あと体制ということを え、ご説明させていただきまして、そこで行われている、あの、現状の活動、今後の計画というところを3点目。で、最後に、あの、展開、普及に向けた取り組みということについて、あの、ご紹介させていただきます。えっと、まず、あの、1点目、あの、研究データガバナンスということでございます。えっと、まあ、研究データマネジメントとよく言われますけれども、これは、あの、右の図にございますように、研究データの え、ま、サイクルということで申し上げますと、ま、収集、生成、記録、保管、共有、解析、公開、活用といった、ま、研究データが、え、ま、ま、各段でですね、取り扱われてきますけれども、ま、そのような、あの、研究で使用、生成された情報を適切に、あの、取り扱うと。 ということでございます。で、えっと、これはこの自体はですね、あの特にあの、えー、特段何か申し上げることでは、取り上げることではないと思ってまして、えっと、すでにあの、えー、大学等でですね、研究者の、あるいは研究グループ等で、あの、研究活動で必ず行われていると言っていいと思ってます。例えば、あの、これちょっと古くてあの、恐縮ですけれども、えー、名古屋大学であの、2019年度に、えー、全、まあ、 構成に向けにあのアンケートを取ったものによりますと、定期的にバックアップしてますかまあこれも一つのあの適切な情報の取り扱いということだと思いますけれども、えっと84%はあのやっているということで、もちろんあの、えっと16%については心配な感じはありますけれども、まああの全体としてはやっているというようなことは言えると思います。で、えっと、実際にの研究データの取り扱いのルール、 ということで見ますと、あの、この研究データ保存の学内規定、いわゆるまあ10年保存ルールと言いますけれども、それは各大学でも、あの、ありまして、その当該論文等の発表後10年間保存するといったようなものが規定としてございます。で、ポリシーといたしましても、オープンアクセスポリシーと、学術論文を可能な限り広く無償で公開するといったようなポリシーがあると。 で、えっと、ただ、そこの、あの、ある規定、あるいはポリシーに対する実効性というのはどうなんですか、ということに関して考えますと、まあ、ちょっとクエスチョンがつくという状況ではないかと思っております。で、まあ、いわゆるその現状として、こう研究者、あるいは研究グループっていうものが、あの、設けた、まあ、それぞれの基盤、例えば、あの、システムであるとか、ルールであるとか、まあ、そういったようなものを、の下で、まあ、推進されているというようなものを、この、えっと、 大学が提供する基盤で構成員がそういったものを推進すると。まあ、これは今後の姿であるというふうに捉えていますで。すなわちこの右の図にありますように、そういったこう研究データの取り扱いというものを、いわゆるデータ基盤、システムといったようなものと、えっと、ルール、それを、まあ、それをサポートするルール、ガイドラインといったような、これが両輪になって、それがリンクするような形で、それをあの大学が提供すると。 これはまさに構成員が安全かつ効率よく研究し、大学の研究力を高める仕組み、研究データガバナンス姿かなというふうに思います。 で、まあ、そのような、あの、形っていうものを、あの、目指す上で、えっ、ー、と、まあ、国家的といいますか、あの、いろんな様々な指針というのがございまして、えー、統合イノベーション戦略の推進会議では、あの、えー、公的資金による、えー、研究データの管理、利活用に関する基本的な考え方という中でも、えー、2025年度までに、年までにデータポリシーを策定する、あるいはデータ公開、メタデータ、あるいは、えー、で、RDM 人材を整備し、支援体制を整える、 研究データストレージを設けますと、まあ、そういったあの大学に対する責務というものがあの謳われているということです。で一方あの課金費ではあのえっ、ー、と今日もあの話がありましたように、えー、次年度からの交付申請においてあの GMP 作成というのが全体で求められてますし、さっきの G7 の科学技術大臣会合でもあのグリーン OA という形でのあのことが謳われているというようなことがございます。まあ、そのような背景を持ちまして。 今後はどういったことを推進していくかということが、あの、ございます。で、当チームとしては、推進内容としては、この研究で在庫指の構築事業におきまして、まあ先ほど来紹介ございましたルールガイドライン整備チームということを、のリーダー機関として推進してございますけれども、えっ、ー、と、基本的にはその、えっ、ー、と、この名古屋大学において、 え、まずさ、えっと、こう、いろんな様々なルール、え、ガイドラインといったものを、ま、策定する、あるいは基準化する、えっと、事例を体系化すると。ま、そういったような、あの、ことと、ま、それを、あの、え、ま、全国の大学に、あの、展開していって、それを活用いただく、あるいは、ま、普及、推進支援と。ま、そういった、この、え、サイクルというものを、あの、確立し、それを進めていくということが、あの、え、ここでの、あの、え、タスクかなというふうに、あの、理解しております。 で、え、それに向けた、あの、活動ということになります。で、具体的には、このデータガバナンスの構築と、先ほど述べたものと、あとは機械家族データの標準化、まあ、いわゆるその、データ、研究データに対するメタデータとですね、まあ、そういったものの標準化というものの、まあ、日本の柱を立てまして、あの、活動を進めております。で、えっと、前半の方では、あの、研究データポリシー、ガイドラインというものを整備しまして、それを展開していくと。 いうことと、あとはデータ管理記録、あの、これ DMP とあとデータ管理あ、データ管理計画と記録というもので、まあ、こういったその DMP、DMR というもののまあ概念とかっていったようなものを整理していって、それをあのツールの設計に落とし込んでいくというような、あの、 でもう一つこの柱であります、えっと、メタデータに関しましては、この、えっと、研究機関リポジトリ等であ研究データを公開を促進していくということの,あの施策であるとか、あるいはこのメタデータをどうつけていくかと。まあ、そういったようなことがあのターゲットになります。でえっと、実際にこの名古屋大学におきましては、こういった体制であの臨んでおりまして、 えー、全体にこの、あの、この一つのモデルかと思いますけれども、あの、大学として、こう、専門の、こう、組織立てっていうことをしてるわけではなくて、いわゆるその、えっ、ー、と、学、全学的なですね、あの、えー、皆さんが、あのかん、関わるような、そういった、あの、えー、次元的な組織っていうのを構成しております。 で、えっと、具体的にはこの情報連携推進下にあります、情報連携推進本部、あるいは付属図書館の他にも、研究協力部、学術3連本部、医学部とか、IR 戦略室とかっていった形で、あの、様々、ま、な、あの、えー、ステークホルダーが、あの、こういったルール、ガイドラインといったものに、あの、寄与いただくと。 いうことです。で、えっ、ー、と、実際の現場としても、あの、ここに左にありまして、ね、宇宙地球環境研究所、あるいは、えぇ、ー、生命科研究所といったところに、まあ、大型の研究所に、あの、ご協力いただくといった体制でございます。で、この下にございますのは、この、えっ、ー、と、中核機関である NII。 と、あの、えっ、ー、と、定期的なチーミングをしながら、あの、定期的な、あの、えー、まあ、あの、ミーティング等を進めておりますし、えっ、ー、と、左側と右側ありますけれども、この、えっ、ー、と、JP コアとアクシーズといった、あの、えっ、ー、と、協議会、団体というような、あの、チャンネルを通じまして、あの、展開していくというような、そういった、あの、構成になっております。 で、まあ、先ほどそのアクシーズって話がありました。これはあの大学 ICT 推進協議会というもので、えっと、これ私があの確認したところでは、あの、地点ではあの正会員が165機関、えぇ、ー、まあ、これは学術機関等ですけども。 加えて参上機関が93企業。まあそういったような、あの、協議会、あの、団体に対、おきまして、研究データマネジメント部会という部会が、ございます。この部会は、学術機関が、組織的な研究データマネジメントを推進する方法論を提供すると、まあいったような、あの、ことをミッションとしておりまして、いくつかのこれまでも、あの、成果、あの、 え、物を、あの、出版し、え、ざまな大学等に、あの、参照いただいているということでございますので、こういったチャンネル等も使ってですね、あの、より展開していきたいというふうに考えております。で、えっと、具体的な、その活動というものを、ま、いくつかピックアップして、あの、ここで、あの、ご紹介させていただきたいと思います。で、えっと、まず、あの、ポリシーという話で、え、先ほどその、2025年までにデータポリシーを策定すると。 言ったような、あの、えー、国の目標ということになるかと思いますけれども、現状、あの、ポリシーの策定済みの大学っていうのを、アクシーズ JP コア、研究データ連絡会調べではございますけれども、おおよそ、あの、全国20大学というのが、あの、現状。 となります。で、えっと、もちろんこれが、あの、えっと、数が、あの、多くなっていくということが、あの、まずは重要で、えっと、そういったようなことの、あの、えー、ポリシーを策定するというのは、単にそのポリシーが、あの、存在し得るということだけじゃなくて、えっと、それに至るまでの、まあ、様々なこう学内での議論とか、えっと、そういった学内体制の整備とか、まあ、そういったこと々を伴いますので、非常にこれは、あの、重要な活動かと思っています。で、えっと、ここの、あの、えっと、チームとしても、まあ、そういったようなものが促進されるよう、 そういいいったたサポートをしてきで、一方、あの、えー、既存のあのポリシー、あの、ちょっと見てみますと、例えばこれは名古屋大学の例ですけれども、えー、まあ、あの、えっと、非常に重要な考え方っていうものがポリシーの中に載ってるというふうには、あの、認識しておりますけれども、えっと、まあ、あの、その考え方っても基本的なところにとどまっている。例えばここでは、あの、目的がどうであるかとか、あるいは定義がどう、え、研究データとは何かとかですね、あの研究データとは の管理方法、研究者にどういう責務があるか、大学の責務は何かっていうことの、まあ、基本的な考え方をあの述べているということでどまっていて、まあ研究データの取り扱いっていうことに関しては、まあ必ずしも十分なあのレベルでのあの具体性っていうものが、あの、定められてないというふうにあの理解しています。で、まあ今言ったところをちょっと整理しますと、ここの赤の三角印っていうのが、あの、先行する二重大学等であの、えっと、策定されている ポリシーだというふうに考えますと、えっと、その下にもですね、あの、それを、ま、より具体化された、こう実施方針と呼べるようなもの、こういったものがあり得るんではないかと。で、それを全体としてポリシーというふうに呼べるというふうに、あの、えー、なせるかと思っております。で、えっと、それをまた支えるようなです、ね、ガイドラインというふうに、ま、より具体化されていくというような、そういったあの、スリーステップの構成があるかと思ってまして、まあ、そういったあの、構成を、あの、あの、作り上げていくってことは一つの、あの、 役割かなというふうに思っています。まあそういった意味では施策といたしましては、えー、このいわゆる赤のところですね、そのデータポリシー、えー、この基本方針というものの策定、これはあの、いくつか事例ありますので、そういった方法論をあの、またあの、これから策定するという大学に対して提供していく。これが一つ。で、もう一つはその、えっと、この二段階目のところですね、その実施方針というべるものを、まあ、えっと、本学等であの、先行してあの、策定いたしまして、まあそれを展開していく。 で、こういった段階的なこのポリシー、ガイドラインの策定というものを、まあ一つのこう整備していくモデルとして、えー、展開していければというふうに思っております。 で、えっと、紹介二つ目ですけども、あの、DMP、DMR ということで、えっとこ、この、まあ、あの、これは叫ばれておりますけど、まあ、DMP として、あるいは DMR、まあ、そういったもののあり方っていうものは、まあ、まだまだ十分、あの、議論が必要かというふうに思っております。で、そういったようなものをツールに落として込んでいく上で、その概念とか機能っていうものはどういうものがあるべきかっていうことを明確化していきたい。 で、そのためには、あの、えっと、様々な分野での、まあ、調査とかいうものが、あの、必要だと思っています。今、あの、進めておりますのは、えっと、生命科学分野の、えー、研究所、えー、地球惑星科学の分野の研究所、えー、あるいは人文社会博物館というのを、えー、っと、この支援組織、まあ、そういったものをターゲットにして、えー、調査を、あのしし、してまして、まあ、そこで、あの、えっと、別の分野とか、 あるいは別の機関とかにも展開可能なユースケースとしてまとめていきたいというふうに思っております。で、えっと、3点目ですけど、機関リポジトリとのデータ連携とありますけれども、まず、まあ、あの、えっと、本学では、あの、えっと、昨年度、えー、機関リポジトリであのこうデータを登録するっていうものの方法論とメタデータの使用っていうものをあの整備しまして、それを学外にもあの展開できるような形であの参照いただけております。 で、えっ、ー、と、ただ、あの、えっ、ー、と、このデータ、研究データの登録っていうものに関しては、まあ、なかなかこう、難しいところがございまして、やはりその大学としても、一つこう、インセンティブになるような仕掛けっていうのは必要ではないかというふうに考えています。で、えっ、ー、と、いくつかその、 えと、大学内の様々なあのシステムとまあ連携していくというのは一つのあり方かと思ってまして、この左にありますのは、のこのシーズ検索という、ま、産学連携に活用するような、そういったあのえまあ研究者をあのえと探すようなものでもあるんですけれども、そういった中で、あの、実際にそのえと運用していくときに、どういったデータがそれで使えるようになるかといったようなことの、データっていうのも一つのこのえ材料としまして、この、えっと、 いわゆるこのシーズ検索システムとキャンリポジトリが連携するといったようなものを展開しております。で、あとそれ以外にはこの大学の研究者相談っていう研究者データベースのものにも、これまでは論文っていうものは非常に充実した形で展開されてきているんですけれども、それに加えましてどういったデータが公開されているかということを研究者としてのそこに登録されるような、そういったようなものを整備するということを計画しております。 で、まあこれ、ここれは一つ思考ですので、まあ、そういったもので、まあ、成果があるかというのも、まあ、ちょっと、期間を見ないと、あの、わからないとかありますけれども、まあ、そういったような成果、あの、思考というものを含めて、あの、えー、まあ、報告できたらというふうに思っております。 で、えー、最後ではござい、最後ですけども、展開普及に向けた取り組みということで、えー、っと、まあ、あの、冒頭に述べましたように、こういったものをまあ作るということだけではなく、まあ、いろんなところに、こう、あの、それを周知する、ま、設置していただくと、そして、こう、仲間を増やしていくということは非常に重要かなと思っております。 で、一つの取り組みですけれども、これは今年度 NII のオープンフォーラムで、研究データ管理トラックでのイベントをさせていただいたんですけれども、いわゆるここに大学における研究データ管理お悩み相談というのを 大体に設けまして、あの、たくさんの方にご参加いただいたんですけども、まあ、いろんなトピックに分けまして、どういったことで悩んでいらっしゃるのかっていうことを受けて、まあ、比較的こう、そういったものに対して、あの、回答ができるような方をパネルストに、あの、用意しまして、そこで、あの、回答するというような機会を設けさせてます。 させていただきました。で、ここでは、あの、集まったものをそこで回答するだけではなくて、まあ、その後に残すと。まあ、それを、まあ利か、利用していくってことも非常に重要だと思ってまして、まあ、それを、まあ、オープンにするということと、まあ、今現在それをどう活用し、どれを、あの、どう参照していただくかっていうことを、あの、検討しているような、あの、段階でございます。 で、続きまして、あの、えっと、今度はですね、あの、機関、あの、こう、機関連携というところで、あの、もちろん、あの、あの、単独の、単一の大学で全てをこう、進めるというのは難しいので、こう、連携していくというのは大事だと思うんですけれども、特にこう、地域の大学で、こう、顔つき合わせながら、こう、相談しながら進めていくっていう活動も大事かなというふうに思ってまして、えっと、東海地区ではございますけれども、こういったセミナーを、あの、開催しております。で、ここではもう、あの、えっと、どういった、例えば図書館とかってですね、 情報基盤とかそういった分野に限らず様々な方に参加いただきまして、えっと、ここの第1回ではこう、アクションプラン、大学のアクションプランであるとか、データ管理教材とかデータアクセス、えっと、いったもの,のトピックに、あの、いろいろ議論をさせていただいたということでございます。で、えっと、ここの中でこう、あの、対面参加者でこう、あの、意見交換会をガシガシやったんですけれども、えっと、やはりその、まあ、まあ、いろんなこう、大学のあの方々がご参加いただいた中で、やはりその、 この理念とか必要性というのは十分理解いただいているんですけれども、え、ま、体制をこう整備するのは難しいであるとか、あるいはこう、え、リソースですね。ま、特にこう、人とか、ま、システム、ノウハウとい、ま、そういったところが、あの、圧倒的に不足していて、やはりその、何かこう、協力する、あるいはこう、えっと、リーダー機関が、あの、引っ張っていただいて、それと、あの、一緒にやっていきたいというような、ま、そういったような、あの、意見をたくさんいただきまして、ま、そこでこう、えっと、ダイヤが、そう、が、あのー、 でですね、そういった資源を総合利用していくというのも一つの可能性かなというふうに、あの、把握した次第でございます。で、えっと、第2回は、あの、先々月に、あの、開催させていただきまして、えっと、まあ、あの、えっと、ヘメ大学の事例であるとか、同社大学の事例とかっていうことからも、あの、いくつか、あの、学ばさせていただきながら、あの、参加者、た、これもあの、だんだんあの、たくさんの参加者が、あの、えっと、あの、入っていただきまして、えー、議論したということでございます。 まあそういった一連のあの活動を受けまして、えっと、こう、あの、よりあの具体的なですね、あの、えー、枠組みというものが、あの、あった方が、あの、えー、まあ、ここ、今後ですね、活動するときに、あの、え良、ー、いというふうに考えまして、えー、研究データエコシステム東海コンソーシアムという、まあ大学連携の、あの、組織というものを、あの、えー、 作らせていただきました。で、えっと、これはまさに10月から、あの、あの活動を開始するというものでございまして、まあ、すでに、あの、いくつかの期間、あるいは、あの、えー 他機関の部署の中から、あの、ご参加いただいております。これは東海地域と言ってますけども、えっ、ー、と、必ずしもあの、東海地域にあの、限定するということで、あの、クローズと出すものでありございませんので、もしあの、業務がありましたら、あの、ご参加いただければというふうに思っております。で、具体的にどういった活動をしていくかっていうのは、まあ、あの、会員機関間で、ま、様々な混乱化をするということもそうですし、えっ、ー、と、例えば会員機関の方で、例えば講師等を派遣するとか、あるいはこう、推進支援チーム、 ですね。まあ、例えばコンサルとかっていった形で、こう、ものも派遣するとか、まあ、そういったような、あの、メニューを、あの、考えております。で、えっと、えー、まあ、最初冒頭にアクシーズと話をさせていただいたんですけれども、えー、アクシーズの研究マネジメント部会で、まあ、こういった5つのような、あの、キーワードで、あの、今現在は活動を、進めております。 えっと、まあ、あの、今今日お話しさせていただいたところも、アクシーズを通じた全国展開というのが、あの、今後、あの、重要かなというふうに認識しております。で、えっと、ちょっとこれは、あの、えー、宣伝も入るんですけれども、あの、今年度の、あの、アクシーズ、 え、年次大会は、あの、名古屋で、あの、開催されます。えっと、12月13日から15日でございます。で、その、あの、年次大会に行きまして、今回、この研究データマネジメントに関わる、あの、セッションを、あの、3、三つ、あの、企画しているところでございます。で、えっと、一つは、あの、今日も話しありました、あの、させていただきましたけども、RDM 推進のための学内体制ということで、あの、いくつか講演と交えながら、あの、こういった、あの、機会を、あの、設けるということが一つね で、二つ目は、あの、まあ、AI と、えー、クラウド時代とありますけれども、まあ、そこの中での、こう、研究データ管理のあり方っていう、あるいはデータ基盤のあり方っていうものを考えるといったセッションでございます。で、えっ、ー、と、もう一つは、この、えっ、ー、と、先ほど、あの、最後にご説明させていただいた地域コンソーシアムという話で、そういったものを、あの、どうやって、あの、活用し、活動を進めていくかといったようなことについて、あの、企画中でございますので、あの、えー、よろしければ、あの、ご参加、あの、いただければと思っております。 はい。では、あの、えっと、まとめに変えまして、この波及効果につながる取り組みということで、え、このような形で、あの、えっと、え、活動を進めているということでございます。で、一つは、あの、研究データガバナンス構築という柱に関しましては、データポリシーの実施方針というものを作成していくと。え、で、その次のガイドライン作成を進めていくというのが、あの、一つでございます。 で、えっと、DMR、DMP、DMR の機能要件ということで、まあ、ここに関することは、アクシーズの年次大会でも、あの、ええー、まあ、て、あの、えー、講演等で提供させていただく予定でございます。で、3点目、あの、ポリシー体制の整備ということで、えっ、ー、と、特にそのポリシーが、あの、これからというような大学を、まあ、サポートしていくということに関して、まあ、様々な、この、イベント等を打ちながら、あの、 ええと、まあ、よりあの、っと皆様方の関心とか、あの、っていうのは非常に高いので、そこにこう、やっぱりポリシーを策定していくっていうことの一つの仕組みとか、あの仕掛けっていうのは必要だと思うので、そこについてあの、えー、様々な事例を共有するということが必要かなと思っております。 で、えっと、あとは、あの、今日ちょっとお話しできませんでしたけども、まあ、様々な、こう、質問に対してどうやって、あの、回答するかって、まあ、お悩み相談って話をさせていただいたんですけども、そういったものに、あの、えっと、アクセスできるような、そういった、あの、オープンなサイトを、あの、えー、提供していきたいというふうなことで、今、あの、それを、えー、構築中というような状況でございます。 で、二点目はちょっとあの、今日はあの、えー、とご説明があまりできませんでしたけども、えっ、ー、と、メタデータに関する話で、あの、いわゆるその、えっ、ー、と、分野メタデータっていうと、あの、汎用的なメタデータっていうので、まあ、いろんなレベルのメタデータありますので、そういったようなものがより、まあ、あの、総合互換できるような、そういったような、あの、ことであるとか、あるいはまあ、ざまな、こう、メタデータ、どういったものが使われているかっていうことを、まあ、調査しているということでございます。で、まあ、そういったようなものをレポートとして、あの、波及ということに努めていきたい。 で、3点目は、あの、大学の連携体制ということで、まあ、先ほどご説明したコンソーシアムということで、あの、進めていきたいと思っておりますので、また、あの、こういったあの進捗等ございましたら、あの、また報告させていただきたいと思いますし、まあ、より、あの、先ほども言いましたけれども、たくさんの、あの、一期間でこの望むということわけじゃなくて、たくさんの、こう、一緒に、あの、進めていく同士というものを、あの、得て、あの、進めていきたいと思ってますので、今後ともよろしくお願いいたします。私からの報告は以上でございます。ありがとうございました。